皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校1年生国語漢字の話の3時間目の内容です。準備するものは、教科書、ワークシート ③ 鉛筆、消しゴムです。 足りないものがある人は動画を止めて用意しましょう。また新しい漢字が出てきますよ。さあ一緒に学習しましょう。 漢字の話、丸にの学習の復習です。川という漢字は何からできましたかそうですね。川は川の形からできました。口という漢字は何からできましたかそうですね。 口は口の形からできました。目という漢字は何からできましたかそうですね。目という漢字は目の形からできました。今日は学習の流れの 丸3の学習です。さあ、今日も漢字はどのようにしてできたかや、どのようにして漢字を書くのかを学習していきましょう。今日は教科書128ページの学習をしていきます。教科書 128ページを開きましょう。上や下という漢字がどのようにしてできたのかを考えながら、教科書128ページを声に出して読みましょう。動画を止めて読んでみましょう。 上や下はどのようにしてできたかわかりましたかさあ、一緒に確認していきましょう。上という漢字を見てみましょう。上にあるという印は、 絵の中のどの部分ですか指で押さえてみましょう。漢字ではどの部分ですか指で押さえてみましょう。そうです。上という漢字の横線の上にある短い横線が上にある印を 表しています。ワークシートのカッコ1の青い四角の中に印と書きましょう。次に、下。 という漢字を見ていきましょう。下にあるという印は絵の中のどの部分ですか指で押さえてみましょう。漢字ではどの部分ですか指で押さえてみましょう。 そうです。下という漢字の横線の下にある点が下にある印を表しています。ワークシートのカッコ2の青い四角の中に印と書きましょう。上や 下は印からできた漢字です。今度はいよいよ漢字を書いてみましょう。はじめに上という漢字を書きます。上という漢字は3本の線で できています。そして、三角に似た形になっています。できる人は、指を出して、一緒に書いてみましょう。一画目は、真ん中の縦線です。二画目は、真ん中の縦線から、 右に向かって横線を書きます。しっかり止めましょう。三角目は縦線の下を通り、左から右に向かって長く横線を書きます。しっかり止めましょう。上という漢字は、 三角で書きます。ワークシートのカッコ3に漢字をなぞってみましょう。上手になぞれたら、その下に2回練習してみましょう。動画を止めて始めましょう。 上手に書けましたね。次に、下という漢字を書きます。一画目は、横線を上の方に書きます。しっかりと止めましょう。二画目は、横線の真ん中から 出ないように縦線を描きます。しっかりと止めます。三角目は横線の少し下から縦線を出発して斜めに点を描きます。少し間を空けましょう。下という漢字は 三角で書きます。ワークシートのカッコ4に漢字をなぞってみましょう。上手になぞれたらその下に2回練習してみましょう。動画を止めて始めましょう。 上手に書けましたね。今日は、上と下という漢字はどのようにしてできたかや、どのようにして書くのかについて学習しました。上という漢字はどのようにしてできたのでしょう。 そうですね、「上」という漢字は「上にある」という印からできたのですね「下」という漢字はどのようにしてできたのでしょうそうですね「下」という漢字は「下にある」 という印からできたのですね最後に漢字の話で習った漢字のまとめをします教科書129ページを開きましょう教科書の文にある絵に合う漢字を ワークシートの5から11に書きます。終わったらおうちの人に丸つけをしてもらいましょう。難しい問題は教科書の前のページを見て復習したり、おうちの人に教えてもらったりしましょう。 漢字を正しく書けましたかよく頑張りましたね漢字の話の学習はどうでしたか振り返ってみましょうどのようにして漢字ができたのかわかりましたかまた漢字をどのようにして書くのかわかりましたか 漢字には様々な出来方があります。漢字の書き方や読み方だけでなく、出来方を調べてみるのも楽しいですね。漢字の話の学習はこれで終わりです。みんなの周りにはたくさんの漢字があります。これから学習して、 どんどんいろいろな漢字が書けるようになれるといいですね。頑張りましょう。